とシンプルなねタイトルですけれども、フードの作り方ということでね、早速講座の方に移っていきましょうか。まずはですね、トラッキングしているところをねお見せできればと思うんですけれども、この状態でこんな感じでこう手で持って、でさらにここから脱ぐっていうね仕草もできると、うん、でもちろんね、フードをオフにした状態とオンにした状態、それぞれで体だったり顔の動きもしっかり合わせて変形がされているという、うんうんうん、というわけでこんな感じでね、フードをかぶったり脱いだりっていうのができるようなアバターになっております。今回の講座の流れなんですけれども、まずは配布データ、今回制作するモデルとかモーションデータのご紹介ですね。それからまずは素材を、特にフードについてですね、どんな感じで分けているのかというところを解説させていただいて、その後ですね、例えば顔とか体とか XY、まあ、Z もですね、動かした時にフードをどうやって変形させているのか、どういうデフォーマー構造にしているのかというところも含めて解説させていただいて、最後にですね、実際に先ほどのフードを脱いだり着たりっていう切り替えの動きをどうやって作ってるかというところを解説させていただければと思っております。先ほどねトラッキングしている様子はご覧いただいたので、今度はエディター上でご紹介できればと思うんですけれども、パラメーターですね、こんな感じでフードをかぶる動き、これ単体のパラメーターがありますというのと、フードをかぶるときに髪を押さえるようなパラメーターもついてたりとか、あとはフードをかぶったときと脱いだとき、頭を動かしてもついてくるような動きがついていたりとか、あとは体ですね、体を動かした時にフードをかぶった状態と脱いだ状態、それぞれでしっかりと一体感がつくようになっております。そしてモーションですね、特にこのフードを脱ぎ着するようなモーションが今回制作したものになっております。でこれに関してはトラッキングで使用する前提のモーションになっているので、トラッキングで使うような頭とか体の XY とかの動きはついていなくて、まあ、基本的に腕とか肩とかだけの動きになっています。とあとはこれはちょっとプロモーション用のモーションではあるんですけれども、全て手打ちで、まあ、ちょっと芝居をつけたようなモーションですね。いやーかっこいいですね。リク君のねかっこよさが表現できるようにこちらでねモーション作らせていただきました。というわけでここからはフードの切り替えの動きですね、実際どうやって作っているのかというところを詳しく解説していければと思います、うん、基本的にはですね、まあ、0から1のパラメータを作りまして、この現状 1.2 まであるんですけど、これがなんで 1.2 まであるのか詳しく解説するかなと思うんですけど、先ほど言ったようにオンのパーツオフのパーツそれぞれでデフォーマーを設定して、まずは1と0のところで変形させて形を合わせていくっていう感じですね。で例えば、はい、まずオフのこの素材に関しては形状がこんな感じになっているものをオンの状態の該当するパーツの形状に合わせてこんな感じで形を合わせていきます。で基本的にはデフォーマーで大体の形を合わせて、その上でこのアートメッシュにもキーを打って、細かいところは変形ブラシとかも使いつつ形を合わせていくという感じですね、うん、同じように逆側からですね、オンの方の同じパーツもオフになった時にオフの形状に合うようにこんな感じで頑張って、あそんなに伸びてるんですね。そうなんですよね、形を合わせていきます。大胆な変化をしないといけなくなるので、メッシュ割りを細かくしておくのが大事になるかなと思います。という感じでお互いの形を合わせつつ変形していって、不透明度もデフォーマーで変えながら変形していくという感じですね。切り替え用のデフォーマーに関してはこの変形と一緒にこの不透明度ですね、100から0になるようになっているという感じですね。じゃあ次内側のパーツですね、まあ初めにもね言いましたけれども、線と塗りでね素材を分けてあります、はい、でこちらも基本的にデフォーマーで動きをつけつつ 0.7 で不透明度が変わるような形になってるんですけれども、うんうん、自然になるようにここで 30% になっています。でここは 30% にしても、後ろにさらにね大きい素材があるので透けても問題ないパーツではあるので、こんな感じでここでもう 30% になって 0% みたいな感じですね、うん、でかつ言うなればこの布が折れ曲がっているものがこう伸びていくみたいな表現なんですけれども、自然にするために線を先に消してるっていう感じですね。全体としてはここで 100% から 30% になって 0% になっているという感じなんですけれども、この中の線素材だけはこの段階でもう 0% にしてあります。線の方だけちょっと早めに消えて、はい、でその後に塗りが溶けていくみたいなイメージの変形になっているという感じですね。あとはこのシワの感じの形状とかをオンの時の
こちらの素材となるべく合うように形状を合わせながら切り替えていくという感じですね。あとは一番内側の素材ですね。こちらに関してはこんな感じで伸ばしつつ、先ほどの素材と同じですね、この辺りで 30% になってここで消えるみたいな感じになってます。